はい、松井大輔 YouTube チャンネルとコラボということで、はい、今回はキープ松井の方では1対1をやってるので、はい、まあ、これも鹿児島実業時代によくやったんだけど、キープ、この円の中で1人がキープします、はい、それで円の外に出たりボールがまあ出た、でそのタイムを測ります。長くキープできる方が勝ち。それを、はい、2本やります。1人でいいタイムの方を採用。多分ね、これね30分ぐらい出たよ、うん、本当に本当に高校生の時、うん、プラス1対1やるから、そうそう、キープしてから1対1始めてたから、そうそうそう、お願いします。やだねお願いします。ジャッキーだけ最初はグージャッキー、ここ変わったからピーでお願いします。よし、これは正気あり。やべえ、これきついわきついわちょっとハードしたか。はい、27秒。イエスイエスイエス。俺はやっぱ体重が重いほうが勝ちよそういうゲームみたいになっちゃってハハ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 ボールがないだろ今相撲やってましたよね、完全にこれもありましたねおかしかった、よし21秒、はい、もう確かにもう2本終わっちゃった。さっき21秒、うん、乗ってんじゃん。俺も21秒ですか。27ですいや、こう尺が5分以下の動画になるかもしれないですけど。いやいや。もう一回やろうよ。ホテルだって。ホテル。分かんないじゃん、やってみないと。うん。じゃあ分かった。うん。また抜いたら俺の勝ち。いいよ。この中で。キープしながら。そうそうそう。おお。じゃあ27秒以内に那須さんは取り切んないと那須さんの負け。はい。イエーイ！なんで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 。よっしゃー。なんか今ボールおかしかった。もう一回、もう一回。もう一回言う。いいですね。客のためを思って。悔しいんでしょ？編集もあるから。悔しいんでしょ？変わんないって。変わんない。審議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 あれ入ったでしょさっき。うわー、懐かしい懐かしい、こんなん
っとったな、俺が勝ったのは。これでずっとやってたの覚えてるね。覚えてる。確かに懐かしさで笑っちゃった。キープ対決は松井が21秒ということです。はい、これが27秒、圧勝です。いやー、はい、ということです。こういうのを多分ずっと言ってたんだよね。ずっと同じこと。もう一回、もう一回。じゃあラスね、ラスのやつ。22時ぐらいになっちゃうの。やりすぎてな。せっかくなんで、はい、松井キープの時、そうですね、俺のとやっぱ全然違うのよ、はい、多分実践向きじゃないのよ。実践も使うんだけど、腕の使い方がやっぱ突出してるというか、はい、それどうしてんのって、 腕とかなんか、痛い痛い痛い。キープやりますわ。だからこう、こうですね、うん、だから、まあで、あ、腕をね、こう、だからこう、こう、こうやって手をこう、でもこれだと、うん、ファウルになったりするんですよ、こうやって押したり、うん、で、ここになると、うん、もうすぐ審判が言ってくるから、こうやってこう、ね、なるほど、ここのボールの置き位置はしますよ、ここら辺なんですよ、外に、これめっちゃ、うん、だから来たらこうです。おお、まあ、まだいっぱいあるからね。え、気持ちいい。まあ、次のチャンネルでもこれがたくさんやってきますから ね、 ね、これね、こっちもやんないといけないし、左っきはこう、うん、そうね、家長くんとかね、あ、やってるね、腕めっちゃ使ってるもんね。この筋肉はまあ、鍛えてるよね。やっぱそうなの。そうそう、右っきの人はこうできればこうやりたいけど、うん、これだとすぐこっちこうなっちゃうから。ああ、なるほど。できれば横で押さえたり、こっちこっち来たらこうやって押さえる。おお、そうですね。へ、えー、すごっ。あとはさっきも腕言ってたけど、うん、それはまたいいや。何回。ということで、まあ、松井のチャンネルでも出演させてもらってるので、そっちは1対1だったりね、やってますから、まあまあまあ見ててください。はい、現役 F リーガーと現役 YouTuber どっちが強いのか分かりますか。はい、今日の結果で来ましたよ、圧勝です。ということなので、はい、松井の方の YouTube チャンネルの概要欄の方から行けるようにしてますので、皆さんぜひチェックもしてもうしていただいてということで、あと F リーグ YSCC の方でも今頑張ってます。こちらの方も皆さんぜひ応援していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。